クリストファー・ジョレボン・ロヤックは、マーシャル諸島の第6代大統領を。2012年の大統領選挙で選出された。アイディングラップ勘賞に生まれる。高校を卒業後は、アメリカ合衆国のハワイパシフィック大学と、ゴンザーガ大学ロースクールに留学。母語のマーシャル語に加え、英語も堪能である。妻のノリエオム・ロヤックとの間に3人の子と8人の孫がいる。 1985年にアイリン・ラプラプ干省から立候補し国会議員に初当選。アマタ・カブア大統領のもと1988年から1992年まで司法省を務めた。1992年に社会保障省に任命されるが1996年にカブア大統領が死去し国折マリが大統領代行に就くと教育省に 横滑りとなった。教育省を2年間務め、今田株羽が翌年に大統領の先生を立てた後も職務を続けた。1998年、株羽大統領から新設されたラリック列島省のポストを与えられて1年間、務めた。その後、1999年には大統領補佐省となった。長い議員生活の中で、ロヤックは司法、 行政間関係、予算、福祉、教育、社会サービス、外務、貿易、歳出、資源、開発、国際保護、平和、安全保障、環境保護を含む多くの委員会に名を連ねた。また、第2次及び第3次政権議会でも議員となり、後者では議長を務めた。権利焦点委員会の委員長でもあった。8年間膠着状態が続いていた。 アメリカのロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験場の貸し出し延長を協議するチームにも加わった。その結果マーシャル諸島政府は3200万ドルで試験場の貸し出し延長を認めた。直近の2007年の選挙でもアイリングラップ干渉から再選している。2008年に発足したリトクはトメイン政権では大統領補佐省として入閣した。 2011年11月の大統領選挙で、ロヤックは、現職のチューレランゼドケア大統領を21対11で破った。翌2012年1月3日には、国会から大統領に選出され、マーシャル諸島の大統領になった。ゼドケアは新政権への協力を表明し、ロヤックはそれから1週間以内に疎閣、正式に大統領に就任した。ありがとうございます。